今回のインタビューは内田選手です。よろしくお願いします。お願いします。どうですか今シーズンは、まあ、J2 で1シーズン戦うガンバ大阪の中でプレーをする機会というのが非常に多くある。充実してますか？そうですね、もう充実はすごいしてます、うんうん、はい、充実はということは何かこうちょっと納得いってない部分もある？そうですね、まあ、やっぱり自分のプレーに関しては、うんうん、まあ、物足りなく感じる部分もあるし、うん、まあ、自信になる部分もあるし、うん、半々って感じでやってます、うん、はい、まずは前節のこの栃木戦、まあ、全体として振り返ってみて内田選手どう感じました？やっぱりまあ僕の、まあ、自分のミスも含めて一番やっぱり点数をやったらいけない時間というか、まあ、立ち上がりにしてもそういうのがやっぱりすごいこの時期多くなってきてるというか、そういう中でやっぱり、まあ内容自体はやっぱりボールも支配してっていうふうにはできてるのに結果が伴わないっていう形になってるんで、まあ、そういうのがやっぱりすごい難しいというか、うん、まあ、立ち上がりの失点とかもやっぱりすごい意識はして入ってるのにそうなってしまってるっていう部分もあるんで、うん、もどかしいって感じだもん、ね、まさに、はい、うん、まあ、この2試合ね特にそのいい流れがありながらも最後取りきれない、うん、で相手のこのワンチャンス、ツーチャンスでこう取られてしまうっていう、そこの部分っていうのはやっぱりガンバとしてチームとして徹底はね、おそらくそうですね、うん、まあ、練習というか、まあ、ミーティングからすごいそういう話はしてて、そういうところをやっぱり大事にしていこうとは言ってるんですけど、うん、まあ、やっぱりそうなってしまってるんで、まあ、何かしらやっぱり変えていかないとダメなのかなというふうには思いますね。我々としてもその最初の1点の攻防、もうここにこう注力してこうチームをサポートしていくっていう流れっていうのがやっぱり大切なのかな。そうですね、やっぱり、うん、取らせない空気であったり、はい、うん、まあ、取られてもしっかり、まあ、点は取れるチームにはなってると思うんで、うん、みんなやっぱり焦らずにっていうのは やれてるんですけど、うん、それでもやっぱり相手がしっかり1点取れればやっぱチャンスがあると思ってしっかり守ってくるんで、この時期やっぱり守備的にしてでもしっかり相手は固めてきてるんで、そうなるとやっぱりなかなか点は取れなくなってくるんで、やっぱり1点目をすごい大事にしていかないといけないなとは思います、うん、まあ、そういったこの攻撃の中でまた一つこうギアを上げてくれる倉田選手がようやく帰ってきましたけれども、どうチーム内に与えるこの影響っていうのは？そうですね、やっぱり、まあ、栃木戦でも柊君らしさというかすごい出してくれて、やっぱり今まで怪我してた人が復帰してきてくれたことで、やっぱり練習からすごいやっぱみんなモチベーションも高くやれてるし、うん、まあ、今も僕も全然自分が次の試合出れるかどうかなんて分からないんで、うん、そういうやっぱチーム内の競争もこの時期に来てもしっかりできてるんで、うん、そういう部分でやっぱりチームとしての雰囲気はすごい今はいいんで、うん、このまま続けていければなと思います。今シーズンは特にこう目まぐるしくベンチ入りするメンバーも含めて結構変わりますもんね。そうですね、うん、まあ、監督もやっぱりすごい練習試合で良かった選手を使ってくれるんで、自分もやっぱり最初そうだったんで、やっぱりいつ自分が変えられるかもわからないし、うん、そういう危機感もずっと持っとかないとやっぱりダメなんで、うん、すごいやっぱりチームとしてはいい形でやれてるなと思ってます。あ、以前倉田選手が話してた時には、まあ、下部組織から上がってきてる選手も多いし、まあ、若い世代、俺たちの世代がやっぱり次のガンバ作っていかなきゃいけないっていうことをね言ってましたけれども、やっぱりそういう思いっていうのはあるの？そうですね、うん、やっぱり今強いガンバを作ったのはやっぱり今ベテランと言われてる人たちで、うん、まあ、そういう人たちがやっぱり、まあ、いなくなるんじゃなくて、やっぱり僕らが試合に出て、うん、まあ、変な言い方になるかもしれないですけど居場所をなくすというか、うん、そういう風な、まあ、チーム内での底上げというか、そういうのができればやっぱり強いガンバのまままた新しいメンバーになっていけると思うんで、
自分がしっかりそういう部分でも、うん、脅かせるようになりたいですね、うん、もう練習からこうある意味やっぱポジションを取るためのバチバチっていう部分っていうのはそうですね、やっぱり練習自体も激しくなってると思います、うんはい、どちらかというとガンバ大阪ってこうね柔らかなイメージがこれまでそうですね、うんはいまあ、やっぱ監督が変わってから今年は練習から声出せだったり、うん、声を出すこともやっぱ意識させられてるし、うん、そういう部分でもやっぱり少しずつ変わってはきてると思うんで、うん、すごいやってて練習でもやりがいがあるというか、うん、すごいいい雰囲気ですね。もちろん昇格だけじゃなくて常に優勝っていう部分もはい、まあ、そうしないとやっぱガンバ J2 っていう中でダメなチームだと思うんで、うん、ファンからもそういう声をもう聞くんで、うん、全員でしっかりそこを目標にしっかりしてやっていきたいですね。じゃあもうそこはブレてないで、はい、優勝しての昇格っていう、はい、我々もそれをしっかりとサポートしていきたいんで、はい、ぜひ6連勝いきましょう。頑張ります。はい、はい、さあ、それではですねサポーターの皆さんがいつも声援を送っていただいてます。ぜひサポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。最近になってやっぱりチームの結果がやっぱり出てないっていう部分で、まあ、ファンの方もすごい見ていてやっぱり大丈夫かなっていう思う部分はすごいあると思うんですけど、まあ、チームしっかりみんな一丸となってしっかりやれてるんで、ここからの試合絶対勝っていけると思ってるんで、これまでよりすごいやっぱり応援の力もすごいチームに大きくなると思うんで、まあ、ファンの皆さんと一緒にしっかり J1 昇格、まあ、J2 優勝に向けてチーム全員やっていこうとしっかり思ってるんで、最後まで応援よろしくお願いします。